7月8日スタートのドラマ GTO で大乱闘ドッキリ。大乱闘ドキドキドッキリの今田さん、東野さん、お元気でしょうか。さん2年学年主任の風見慎吾です。はい、2年 A 組担任の比嘉真奈美です。私たちとそして鬼塚先生が教えているこちら、期待の生徒諸君です。今日はみんなでグレートティーチャー鬼塚をドッキリに引っ掛けたいと思います。皆さん準備はいいですか。はい。7月からの人気ドラマ GTO で鬼塚先生役のエグザイルアキラをドッキリに仕掛けます。その内容はドラマの番宣番組を撮影中に大乱闘になってしまうというもの。今回重要な鍵を握るのがこちらの男子生徒。2人が NG シーンをめぐる喧嘩をきっかけに生徒全員での大乱闘へと発展するのですが、さあきっかけだからね、2人は大変な役だよね。普段仲いいですか。ね、本当だよね。撮影の合間は仲いいですもんね、みんなね、はい。大丈夫、でも大丈夫だと思います。プロデューサーさんの方からもね、一応ちょっとあのなんか2人が険悪になってるらしいっていうようなことはアキラさんの方にわざと先生と誰かが最近すごい雰囲気がないですね。とにかく最後は大乱闘になってもらいます。菊池くんたちも揉め始めるんだよね。そこで止めに行って風磨くんが吹っ飛ばされて、なんかそれでなんか当たったからちょっと痛えな、でまたこっちも勃発して、俺怖いの、この人本当に綺麗んじゃねえかな。ありえない。そして乱闘のクライマックスは喧嘩の仲裁に入った男子生徒が激高し、花瓶でクラスメートの頭を割るという展開。花瓶で僕、レセ君の頭を割るっていう、殴るっていうシーンがあるんですけど、本当に殴って大丈夫なんですか。これは大丈夫です。ちゃんとフジテレビが特別に作ったものなんで。ちなみに、はい、これ殴られた後どんぐらい痛がれば。倒れちゃいましょう。倒れて倒れて、わかりました。先生、はい、あの男の子たち乱闘するっていうのを聞いたんですけど、女の子はどういう反応したらいいですかね。どうしましょう。女性らしく悲鳴とかいいじゃないですか。ちょっと、はい、あの一応女の子なんですけど、乱闘に参加したいので。参加したい。あのね、実はこの教室の中に何個か他にもあのそういうものは、多分その後ろのほうきは使っても大丈夫です。あ、じゃあこれで殴りかかるの。いや、積極性はいいですよ。ということで、ドラマ撮影の合間を盗みながら、しかもアキラ演じる鬼塚先生にもバレないよう、このドッキリのために準備する生徒たち。ただ純粋に鬼塚先生をドッキリさせたいという目標だけに向かって。鬼塚先生をドッキリさせたいと思います。頑張りそう。そしてこの日のドラマ撮影を終え、いよいよその時が。おさらいすると、今から GTO の宣伝をドラマ形式で撮影するのですが、その宣伝用に作られたわずか1分のドラマが、男子生徒が連発する NG から大乱闘へと発展してしまうドッキリ。そうとは知らないターゲットのアキラが到着。いやーす、お待たせしました。礼儀正しいな。はい、はい、ちょうどこの GTO さんで教室を使わせていただけるということなので、はい、ちょっとドラマ形式で撮影させてください。あ、はい。で、まあ、やり取りがいくつかありまして、で最後にきっかけは流星君が、はいはい、なんだとこの野郎、なんだとこの野郎、はいはい、なんだとこの野郎となりましたら、あの1カメに向かって、火曜10時は家に帰ってテレビの前で GTO だ、よろしく。よろしくお願いいたします。はい、では参りますね。では本番参ります。はい、では本番、はい、よーい、はい。おい、今日は何曜日だっけ。え、火曜ですよ。何言ってるんですか。あー、もう火曜か。帰って何しよう。いや、俺は何するか決めてるけど。何するの。あー、ごめんなさい。どうなんですか。一回整理してください。部屋の模様替えですね。部屋の模様替えね。
あらららあらあららあらららあららダメダメちょっと聞かないのにしてくれ。いやあいつ早すぎる。もう早すぎる。おいお前ら今日は何曜日だっけ。火曜ですよ。何言ってるんですか。あもう火曜か。帰って何しよう。いや俺は何するか決めてるけど。何するの。部屋の模様替え。女子じゃないんだから気持ちがいい。あれ。カット。お前本当何もできねえな。部屋の模様替え、そんなの女子じゃないんだから気持ち悪いなと、何もすることないって言ってるやつが女子だよ。で、なんとこの野郎で、アキラさんに参ります。はい、みんなうまいね。うまい、変な雰囲気になってるよ。少々お待ちください。アキラ頑張れ。大丈夫ですよ。すいません、間もなくですよ。ドキドキする。はい、では本番いきます。はい、よーい、はい。おい、お前ら今日は何曜日だっけ。火曜ですよ。何言ってるんですか。ああ今日火曜か。帰って何しよう。いや俺は何するか決めてるけど。何するの。部屋の模様替え。女子じゃないんだから気持ち悪い。いや何をするとか決まってないやつよりマシでしょ。あ何とか。あうるせえ。何が普通に考えてセリフ覚えてない。しょうがない、疲れてんね。やめろって言ってんだろ。やめろ、男らしい男らしい。きっとあれは自分が一番暴れてそれで止めようと思ってるんですよ。あざみ先生が入ってくるまで続ける予定だった大乱闘でしたが、それを制止するアキラのあまりの凄みに生徒たちももはや続行不可能が、皆さん覚えていますか、あの少女の言葉を。一女の子なんですけど乱闘に参加したいです。じゃあこれで殴りかかってもいい。じゃあこれで殴りかかってもいい。じゃあこれで殴りかかってもいい。女優小芝風花17歳。ドッキリにかかってるとはいえ、アキラがこれだけ凄み、乱闘続行も不可能と思われる状況の中、17歳の決断が。ヤオさん。
いや、すいませんでした。大丈夫、本当に全然大丈夫です。それで飴細工ですから。これも実は木じゃなくて、これ発泡スチロールです。嘘。本当だ。本当だ。でもやっぱり途中でこういう蹴ったり、そうそうそう、あれはやっぱりこう手を出さずに止めるためにはどうしたらいいかっていう。だってもうすごいですもん、周り。天井最後つぐみが。いや、私は最後のあの棒で殴るのは彼女の方から私もやりたいと。先生にドッキリをやるんなら私も。すごいリアルで、なんかだんだん怒りがこう溜まってきて。やばいと思いまして。腕塚先生があんなになると思ってなかったって、ね、うわもううわフライデーフライデーとかスポーツ寿司の一面だなと。もうアキラやっちゃったみたいな。じゃああの最後はね、やっぱりしっかりと GTO 宣伝させていただきましょうか。俺はそうだよ、ねね、あの見ていいですか。最後の部分が、最後の部分が動揺して今。それでは鬼塚先生よーいスタート。火曜夜10時は家に帰って。すいません、もう火曜夜10時は家に帰ってテレビの前で GTO だ。よろしく。よろしく。